title, Vision with You. Let's check in. Welcome to Low Vision Life. Grow up with you. Journey. Are you ready?じゃあ今日はファッションについてやっていきます。というのも私が何を買ったかっていうめっちゃどうでもいいやつなんですけど、やってみたかったんでまずね、どうやって視覚障害の人が買い物してんのって思ってるかもしれないんですけど、私弱視で、割と細かい柄は分かれへんけど、色の判別は、大体の色の判別はつくんで、赤とサーモンピンクとかなってくると、よっぽど色がパキッてしてない限りは難しいんですけど、それ以外青の成分がちょっと感じ取りにくいみたいな色覚テストみたいなんで出たんですけど、一応軽い色弱みたいな感じで、今回ショッピングね、3点しかないけど夏やからどんなんしてるかとか、あとはどうやってこういう服の時どうしてるかっていうのをさらっとやります。まずでね、こういう服買った時ってどっちが前かっていうのは、このタグとかで判別して、あとはこの結ばなあかんのかそうじゃないのかっていうのをこう触りながら、これ紐ですね、紐でやってって、これはタンクトップかな、こんな感じの。ちなみに全部 H&M ですちょっとザラとかにしときたかったんやけど、ザラちょっと高いから H&M で、これはね、あれです、タンクトップっていう、タンクトップです。私がこうやって見て認識してんのは、とりあえずカラフルなんやろうなと思って買いました合うかどうかわからないのがちょっと怖いとこですね。はい、ほな次、白ですね。こういう服の、白い服の場合で、特にちょっと変わったやつの場合は、どこが前や後ろか分からへんくてすごい大変なんですけど、とりあえずこのタグさえ探してしまえばこっちのもんなんでこっちの価値なんで、タグさえ探せば、今日のポイント、タグさえ探せばこっちの価値ですなんで、これどうなってんの、これね、後ろの背中が紐っていうかリボンかな、紐くくられてるやつを買ってみたんですけど、こういう、あ、わかった、これタンクトップやわ、めっちゃこれたまにこうドレスとかでさ、こうハンガーにかけるためについてるやつかと思ってたら、これを肩にこうかけるタイプのタンクトップですね。これが、ごめんね、白に白ですけど、後ろ、これ後ろがね、これも H&M です、探してみてください。後ろがめっちゃ分かりにくいな、同じ色やしな。後ろがリボンになってます。はい、リボンになってます、後ろが。なので、背中開きタイプの服着るときは、ヌーブラっていうのか、ニップレスあるじゃないですか、ニップレス、検索してみてください。ニップレスとヌーブラを使うか、あとはほら、なんて言ったらいいんかな、こう輪っかみたいになってるブラをつけるかしてますね。だけど、その視覚障害者の女子は犯罪に巻き込まれそうになる確率やっぱ高いんで、一応できればニップレスとかヌーブラはやめて、普通のガード力の高いブラジャーの方がいいと思います、個人的には。やけど背に腹は変えられへんので、夏はね、暑いから、ヌーブラとかニップレスでもいいと思います。他にもすごい楽なのありますよ。ニップレスとかヌーブラも、ものによったら、
プール用のやつとかやったら可愛く色ついてたりとか、それもシールなんですけど色付きやったり、肌色でもいろいろいろんな肌色があるからレパートリーがあったりします。まあ、下のね、下着が一番困るのよ、こういう、次下着一番困る服ですよ、これこそ。多分これね、スカートなんですけど、一応スカートの位置は分かったんです。こんな感じのロングでこうかな。でね、ほら、こういう時一番困る、服の買ったけど服の構造がどうなってるか分からへんくて、履く時にもびっくりするぐらい時間かかるのと、で最終的に来たら来たで変なとこに腕通っててなかなか切られへんっていう大事件が発生しますね。高確率で発生します。あと裏表逆に来てしまうとか、こういう合ってる合って怪しい、こういう服やんな。これね、こうなんかモデルさんが着てるやつを毎回チョイスするんですよ。じゃないとモデルさん着用してないやつの白ってちょっと怪しいってか、色の見分けが判別つかへんから、こういうやつなのかな。なんか後ろが映ってるかな、後ろがリボンで前はね、思ってたより際どいねしかも結構透けるよなんか透けるときはなんかいろいろこうやってみて、私この時点で色の判別つかないんですけど、その透けてるかどうかのチェックは人に頼みましょう。視覚障害者女子ズ結構ね事故るよこういうの実はその白い服に肌色を着てたけど実はがっつり透けてたとかいうこととかあるから、なるべくなんか見えてる人とかに目視でチェックしてもらった方が安全やと思います。こういうさ、おしゃれなん着たくてもさ、今までやめとこうとか思ってて、ジャンプスーツの白とかも絶対パンツ透けるやろうなと思って、でこう胸もこうさ、透けてるだけならまだいいやんか、透けてるだけならまだいいけども、あまりトライしなかったんですけど、今年夏いつもより暑いなって思って、あえてこのなんか綺麗な服にしました。はい、本当はね、本当はさ、こうある程度の年齢来たらさ、ちょっといいブランドものやとかつけてる人おるけど、私は別にそんな、なんかブランドものじゃなくていいから、ザラとかああいうもうちょっとリーズナブルなメーカーの方がいいかなって、あとなんかそのカラーの判別とかサイズの判別とかどうしてんのって思う人いると思うんですけど、それはなんかもう店員さん捕まえて聞くとか、店員さんの方が近寄ってきてくれる洋服屋さんとかは楽やけど、そうじゃない、そのカウンターから店員さん動かれへんような服のブランドとかやったら、もう店員さんとこ行ってサイズ見てくださいって言ってやるかな、一番は。だからカウンター探すのにめっちゃ時間かかりますね、でまあサイズ見てもらったり、色とか柄見てもらったり、あとは色とか柄がね、あらかじめ調べられる、行き当たりばったりで買い物行ってない時はもう家で全部チェックして、柄色でスクリーンショットしといて、それをお店の店員さんに見せるって、スクリーンショットよりもお気に入りリストに入れといて、それで品番とかで探してくれるんで、それをもらっとく。あとはその買いに行ったけどまだ今いらんなっていう時とか迷ってる時は、メーカー名と品番と、サイズと値段を控えてもらって、だいたいショップのカードかあれにくれるから、
紙付箋とかに書いてくれるので、それを持っといて検討するみたいなことをいつもやってます。同じライン的に着る人が多そうなのは、なんかだから見えてる人にたまに今どんなん流行ってんのとか、どんなん着てるとか、たまに期間となんかもう全然こう季節感違ったりとか、全然なんか雰囲気と自分のその体の雰囲気と合ってない服着ちゃうとかよくあるんで、もうその辺はもう他力本願、もうがっつり他力本願で行ってます。はい、そんなところで服の話でした。チャンネル登録とコメントといいねをよろしくお願いします。ありがとうございました。